トン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 、はい、みなさんどうもー、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はまず一つ皆さんに伝えておきたいことがありまして、それは私がね、このチャンネルに今までね広告をねつけていなかったんですけど、で今までのねこのチャンネルの方針としては、その広告をねあまりつけたくなかったんですね。でっていうのも、広告収入をねつけることによって、そのなんかちょっとそのさくらチャンネルがちょっとお仕事っぽくなってしまうのかなって思って、そのまあ気持ちの問題なんですけど、なんかやらなきゃやらなきゃってなってしまうと自分も楽しめないし、なんかこう自由な感じのその縛りのない、なんだろう、配信をしたいなって思ってたので、そうすることによってこういろんなねこう企画がね頭に浮かぶと思うんですよ。でちょっとこう縛られちゃうと、その、まあ、焦りとかいろんなものが生まれて、まあ、ちょっとなんかこう内容が薄いものになっちゃうのかなって今までずっと思ってたので、その広告収入をつけてなかったっていうのと、あとただ単にその広告をつける方法がねよく分かってなくて、でそこまでその広告収入について調べる時間がなかったっていうのもあるんですけど、1万人も突破して、で私はそのこの間タイに行ったと思うんですけど、でやっぱりね、その外国の日本とは違う国の、そのバリアフリー発信、バリアフリー調査をして、それを動画にするっていうのを今後もっとやっていきたいなって思っていて、ですごくねそれをタイに行って思ったんです。やっぱり実際行ってみて分かることって感じるものってあるんですよね。そう、それで今後もその海外にバンバン出ていきたいなっていう気持ちがあって、でまあそのためにはやっぱりそのお金がないとね、この行くことができないので、それで今お仕事してますけど、結構そのギリギリな面もあって、なかなかねこう海外に繰り出すまでの収入はないんですね。そうだから、その今後広告収入をつけさせていただいて、それで海外に行く資金としてね、ちょっとその広告収入を得ていきたいなって思っています。なのでちょっと広告がついてしまうんですけど、そのチャンネル方針としては今までと変わらずに、私が撮りたい時に撮ってチャンネルを配信していくっていうスタイルは変わらないので、そのまあこれからもね見ていただけたらいいなと思います。今は審査中なんですけど、ちょっとつくと思いますのでよろしくお願いします。今日は食品添加物について話をしていきたいと思います。今日はね、私のお話ではなくて、ちょっと私の旦那さんの体に起きている症状についてお話をしていくんですけど、そうで、食品添加物って聞くと、まあカップラーメンだったりとか、いろいろな食べ物に含まれてると思うんですけど、それである症状にね悩まされているんですね。それでなんか同じような似たような症状が出る方がいたら知りたいなと思ったので動画にしてみました。ということで早速お話ししていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、で今日は食品添加物なんですけど、私の旦那さんは、精神障害を持っていて、日々ねその息苦しさっていうのは感じながら生活をしているんですね。体調の変化によってその息苦しさが増えたりとか、息苦しさが軽い日とかね、こう様々あるんですけど、でその食品添加物が入っている食べ物を食べると、こう息苦しさが増したりとか、そのちょっと気持ちが焦ってしまったりとかっていう症状が出るらしくて、これはねずっとね変わってない症状らしいんですけど、主にねカップラーメン、カップ焼きそばは物によってはその悪化するみたいで、あとこうスーパーに売っている菓子パンとか、コンビニに売っているその菓子パン、同じ菓子パンとかにその反応するみたいで、でなんかね反応しないものもあって、その菓子パンもねいろいろ
だからどのなんか食品添加物が該当していて息苦しさっていうのが増してるのかわからないんですけど、そう、あとね、あの冷凍食品、そのお弁当の冷凍食品とかは結構息苦しさが出るみたいで、そのまあそれをね、まあ同棲した時に聞いていたので、そのお弁当をね、私があの金曜日にこう一から作り置きして詰めるっていう形を取ってるんですけど、そう、冷凍食品が食べれないっていうのはすごく、なんだろう、パパってこう用意できるものだから、そのね、一人暮らしをねしてる時とかはしんどかったのかなって思って、そうで、外食に関しては特に問題なくできてるんですね。その例えばファーストフード店とかっていうのは全然平気なんですけど、やっぱ菓子パンと、あとはお弁当はね、あんまり聞いたことないかもしれない。お弁当と、あとコンビニのおにぎりはあんまり聞いたことがないんですけど、やっぱ菓子パンと冷凍食品とカップラーメンとカップ焼きそばっていうのはやっぱ息苦しさがちょいちょい出るみたいで、そう。でもね、私がね、それを聞いて同じ食品をね、食べてみたんですね。そう。で、食べてみて、でも私は平気なんですよ。そう、だからすごく私にとっては不思議だなって思ってて、あの食品添加物が結構アレルギーとは違うと思うんですけどね、あのある方がいるのかなって思って、まあ今日はちょっとね、旦那さんも例にちょっとお話をしていきました。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。